エメンタルチーズエメンタルチーズは、硬質チーズの一つ。スイスのベルン北東部エメン渓谷近郊、エメンタル地方が原産のためこう呼ばれる。チーズの王様と呼ばれることもある。好みに似た香ばしい独特の方向がある。チーズフォンデュには欠かせないチーズである。製法は、温めた牛乳にプロピオン酸金属を加え、固形成分を分離し形成し発酵させる。 1> 第1熟成期間は18摂取20度で2週間ほど。第2熟成期間は20摂取23度で4から6週間。80kg100kg 以上というかなり大きな円盤型に成形されて熟成される。1回のチーズを作るのに約1000リットルの牛乳が必要とされる。切ると内部にはチーズアイと呼ばれる多数の穴がある。これは クロピオン酸発酵による炭酸ガスの気泡が固まったものだと言われていたが、2015年に牛乳を絞る際、微量に混ざる干草の粒子によってできるものだという新たな説が浮上、工場などの干草の混ざりにくい環境下で作られたものは穴が小さいことから、この説の信憑性が高いと言われている。この穴のためチーズの中央部が大きく膨らむ。 2003年度の統計によると、スイスのチーズ総輸出量は54,844トンで、あるがエメンタルチーズが5割を占めている。現在では、スイス以外でも同様の製法で作られたものがエメンタルチーズとして売られている。このため、スイス産のエメンタールのシェアの低下に危機感を持ったスイス連邦農業局が2004年に奥に登録することを決定。 今後は、スイス産以外のものは名称に産地を明記しなければ、ならなくなる。フランス料理では、グリイエールチーズと並び、グラタンやキッシュなどの料理によく用いられる。漫画や、挿絵などで、チーズといえば、穴の開いた、このエメンタールチーズが描かれることが多い。これは欧米では広く認知されているということとともに、絵で描いた時にチーズだということが伝えやすいことも、理由にある。 アメリカ合衆国のギャグアニメ、トムとジェリーに登場するチーズがこれである。実際にはネズミがチーズを好んで食べるわけではなく、むしろ乳製品は与えても、ほとんど食べることはない。この誤解が広まった説として、発酵の段階でできた気泡をネズミがかじったものと間違えたからというものがある。北米では、スイス風の穴の開いた硬質チーズを総称して、スイスチーズ、あるいはタンに、 スイスと呼ぶ、ありがとうございます。